皆さんこんにちは、日本語教師のしゅんです。今日は天気があまり良くないですけど、家の私のタイニーハウスの外で、ゆきさんと YouTube を撮っています。はい、はい、あの ゆきさんはもうすぐ北の町に行くので、はい、まあ最後に YouTube を撮りたいなと思って。あ、はい、最後の YouTube ですか。最後かもう一個あるかもしれませんね。うん、寂しい、はい、そうですね、うん、分かりません。でも、うん、またクイーンズタウンに帰ってくるかもしれませんから、うん、はい、その時はまた YouTube を撮りましょう。撮りましょう、はい、また、はいはい、そうですね、うん、いや今日はあれ、トピック、今日のトピックは何でしたっけ、うん、あ、そう、今日のトピックはまあ今ニュージーランドに、まあ今私は日本を出て2年です、うんうん、2年間日本に帰っていません。ゆきさんは？私ももうそろそろで2年ぐらいかな。うん、そうですね。ニュージーランドに来て2年ですね。2年、うん、そうだ、2年間日本に帰っていないので、うん、今日のトピックは日本の恋しいものや恋しいところ、うんうん、について少し話したいと思います、うん、はい、はい、何が一番恋しいですか。あ、なんだろう、やっぱり日本食ですね。日本食ね、うん、日本食はやっぱり恋しいですね、はい、特に何ですか。特にどんな食べ物が。なんだろう、はい、私ラーメンが本当に好きで。あ、美味しいね。そう、ラーメンが、うん、ラーメンとやっぱ日本と言ったらお寿司ですね。そうですね、うん、お寿司が恋しいですね、うん、特にクイーンズタウンは、うん、美味しい寿司、うん、とラーメンのレストランがありませんよね。そう、ないないですね、はい、あっても高い。あ、めちゃくちゃ高い、うん、うん、めちゃくちゃ高いから頻繁には行けないですね。そうです、そうです、うん、とても高いですね、うん、うん、なるほど、まあ、うん、食べ物も恋しいですね。でも、うん、はい、私も、まあ、もちろんラーメンや寿司は恋しいですけど、うんうん、例えば日本の梅干し。あー、梅干し、うん、知ってますか梅干し。うん、梅干しや、うん、確かに、まあ、私は納豆も。あ、納豆、そうだね、恋しいです。納豆も好きですから、うん、はい、うん、納豆も恋しいし、あとは日本の唐揚げ。あ、唐揚げ、うん、唐揚げは食べたいですね、うん、めちゃくちゃ美味しい。はいはいはい、そう、あ、そうです。私日本の居酒屋が恋しいですね。あ、うん、居酒屋ね。居酒屋のご飯も美味しいし、お酒も飲み放題だったりするし、うん、そうね、確かに。あと日本のお酒もありますよね。日本の、うん、例えば梅酒とかね。あ、梅酒、ね、すごい美味しい、うん、そう、梅酒もあまりありませんね。高いですね、うん、あっても高いですね。そうそう、とても高いので、うん、まあ、あまり買いません、うん、はい、そっか、ね、食べ物はいいですね、うん、日本の安くて美味しいから、ね、日本の食べ物は。そう、本当に美味しいし、うん、安いし。そうね。あと私コンビニも恋しいですね。あ、コンビニね、うん、コンビニだったら何でも買えるし、ご飯も安くて美味しいし、うん、うん、確かにコンビニの、うん、コンビニは便利ですね、本当に、うん、お腹が空いたらね、もう、うん、コンビニに行っておにぎりを買ったり、うん、お弁当を買ったり。そう、ね、コーヒーもあるしね。あ、そうだね、うん、すごい安いし。そうそうそう、うん、あとね、はいはい、24時間空いてるからね、いつでも行けるよね。そう、うん、あ、コンビニね、うん、私多分コンビニで全部食べられます、うん、うん、日本に帰ったらね、うん、何でも手に入るよねコンビニで、うん、安いし、うんうん、美味しいしね。え、そっか、そ、じゃあ食べ物以外で何が恋しいですか。食べ物以外だと、うん、なんだろう、しゅんさん
なんかあるなんか食べ物あ食べ物以外だったら私は、うん、まあそのやっぱ温泉日本のあ、うん、温泉、うんうん、温泉は恋しいですね、うん、なんか、うん、1週間に1回は行きたい行きたい、うん、私ちょうどニュージーランドに来る前に、うん、あの旅館で働いてて、でそこの温泉がすごい有名で、うん、もう毎日入ってました、うん、へどこの温泉何温泉箱根あ箱根、うんうん、箱根は有名ですねそう有名ですいいなそうあ確かあ お風呂すごい恋しいですねお風呂ね、うんうん、確かに、ね、ニュージーランドとか海外だとやっぱシャワーだけだったりするからそうですね、うん、お風呂にそうね入りたいね、うんうん、ゆっくり入りたいですね、うん、だいぶ慣れましたけどねシャワーだけのあ、うん、そうだねでも、うん、温泉は恋しいですね、うん、本当に、うん、なんか気持ちいいしねそう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 気持ちがいいし、うん、あとは何だろうな例えばカラオケあ、うん、カラオケだカラオケそうカラオケ、うん、忘れてたでしょ、うん、めちゃくちゃ忘れてたけどそうそうそうカラオケ、うん、カラオケはないですね日本のカラオケはないんですね、うん、こっちではそうこっちはあの、うん、バーで、うん、みんなの前で歌わなきゃいけないから ねちょっと行きづらいですよね、うん、行きにくい、うん、行きにくいですねそうそうそうあ日本のカラオケ恋しいですねめっちゃいい ね本当、うん、自分の好きな歌歌い放題だしそう友達だとだけそうそうそう、ね、そうそうそうだから、うんうん、バーに行かなくてもあとそうまあカラオケの中は飲み放題そう飲み放題ドリンクは飲み放題だよねうん、うん、ちょっと高くなるけどそうそうそうでもね飲み放題ですそう、うん、食べ物も注文できるしうんうん、うん、そうかな、ね、あとは何かありますかあと何だろう食べ物カラオケ、うん、温泉うんあとはあと日本って言ったらなんだろう。なんだろうね。うん。例えば場所なんか街とかあ日本の自然街。そうだね。例えば東京の、うん、と日本の都会の街とか。うん。うん。でも街は。街はあんまり恋しくないですか。恋しくないですね。でも東京。うん、東京はね人がいっぱい多すぎて、うんうん、帰りたいとは思わないかななるほど、うん、でもなんか他に北海道とか、うんね、京都とか沖縄ゆっくりしたところにまた旅行に行きたいなとは思いますなるほどね、うん、そっかそっか、うん、いやでも日本の自然も少し恋しいですね、うんそうだね、うん、日本も日本ですごい綺麗ですよねそう日本の自然はちょっとやっぱ違うから、うんうん、そうそうそうまあ違うし、はい、まだ日本はあまり旅行していないので、うんはい、やっぱ帰ったら日本を旅行したいですね、うんうんうんいいね日本旅行したいな、うん、そうそうそう、うんうん、あと何かあるかなでももちろんやっぱり家族や友達は恋しいですけど、うん、あとは何かあるかな、ね日本のもの、うん、なんだろうこたつあこたつ確かにこたつそうだね日本だともう少し、うん、もう寒くなってきたからね多分ねうん、うん、そうこたつは気持ちいいよねこたつの中で寝ちゃったり最高、ね、うんそうね私こたつに入りながらアイスクリーム食べるのがすごい好きでそう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 それすごい最高ですね、うんうん、そうこたつはねいいよね最高だねいいねこたつあと何か日本のあるかな日本ってお正月とか日本のああそうだね、うん、お正月、うん確かに私いつもお正月はお寺に行って、ねうんうんね、12時になったらみんなでお祝いする友達とうん友達とそっかそっか、うん、たまに家族とも過ごすけど、ほとんど友達かな私はほとんどもう家族あいいね、うん、日本ですね、うんうんうん、でもこっち
まあ、ニュージーランド、ヨーロッパ、アメリカの人は友達とパーティーをして過ごしますからね。うんうん、ね、今年はどうしようかな。ニュージーランドでも、まあ、多分ニュージーランドに多分いるので、多分友達とパーティーをすると思います。でも分かりません、ね、でも恋しいね、日本の、ね、お餅とかこっちで食べれないもんね。あ、まあ確かにお餅あんまり好きじゃない。お餅は、本当に、うん、お餅なんか お餅食べたらお正月って感じがする。あ、そっか、お餅いつも食べたくないんだよね。マジで、うん、マジマジマジ。じゃあお雑煮とかも食べない？お雑煮はお餅抜きがいいな。お餅なしのお雑煮。お雑煮じゃないよ、もう、うん、お餅はあんまり好きじゃない。あー、そうなんだ、うん、まあ、でもお餅はそうですね、お正月によく食べます、うん、はいはい、でもヨーロッパの人とかお餅好きじゃないよね。あ、そう、うん、へ、結構なんかあの食感が好きじゃない人がいる。俺も食感が好きじゃない、噛むのがめんどくさいからじゃなくて。でもそれはあるかもね。で、すごい噛まないといけないから。そう、それやだ、うん、それやだ、それやだ。めんどくさいだけじゃん。うん、でも味なくない？それこそ納豆とももちってすごい美味しい。納豆と、ご飯の方がいいな。納豆とご飯は大丈夫だけど、それはそうだね、うん、それはもう、おもちはもう、お雑煮はお餅なしのお雑煮、うん、納豆は納豆だけの方がいいな。お餅で納豆じゃん。まあそうね、そう、まあ、そうかな、うん、はい、うん、こんな感じかな、はい、うん、そうですね、恋しいのはこんな感じですね、うん、はい、でも、うん、まあ、いつか日本に帰るので、うん、それを楽しみに、うん、はい、ね、我慢します。私も我慢します、日本に帰るまでね、うん、もうちょっとニューシーで頑張ります、うん、はい、そうですね。はい、じゃあ皆さん、今日の日本語は多分分かりやすかったかな、多分と思います。はい、何回も聞いて、日本語を練習してください、うん、はい、ではまたね、また次のエピソードで会いましょう、バイバイ、バイバイ。Thank you for watching. If you like this video, please don't forget to hit the subscribe button and leave a comment below. Yes. Maybe you can tell us what you miss about Japan if you have been there. I'm gonna read all of the comments. So, see you guys in the next video. Bye. Bye.